マヒカネウスさん、むっちゃんさん、マークスヌキさん、コフクさん、グーちゃんさん、ヤンさん、キヨ兄さん、ノブさん、ヤスベさん、ナベちゃんさん、ナッパさん、アキモさん、ヒョウさん、トゥーちゃんさん、ありがとうございます。スイッチおめでとうとありがとうございます。マオさん、ミキミキさん、おはようございます。いっちゃんさん、赤いモフラーさん、つーちゃんさん、藤野まさきさん、おはようございます。そうです、いよいよ今日で、今日が本番なんですよ。頑張ります。エンジョーさん、 JT さん、あっちゃんさん、おはよう。ギャニーさん、花束2個ありがとうございます。むっちゃんさん、ファイトありがとうございます。DMM で応援するよ、ありがとうございます。近くさん、おはようございます。お仕事いってらっしゃい。ちなみに昨日の見たって、昨日はね、本番のは配信で見れてないんですけど、そう、なんですけど、ゲネプロは見させていただきました、昨日で。その後すぐ稽古行ってって感じだったので、ゲネプロで、そしていただきましたよ。もう本当に緊張した。もうね、なんかね、明日はこれを私がやるんだと思って、スーさん、おはよう、頑張れ、ありがとうございます。トマキさん、おはようございます。お仕事行って今頑張ってください。チクックさん、キャベツの炒めさん、ミニバートさん、おはようございます。池田ちゃんならいける。池田ちゃんならいける。ドキドキです、本当に。サラサラゴーゴーサラサラゴーゴーで、サラサラゴーゴーですね、今日は。サラサラゴーゴーイレブンさん、おはようございます。福岡さん、おはようございます。今日頑張ってありがとうございます。頑張ります。頑張ります。本当に舞すくさん、おはよう。見るために急いで仕事を終えますって。ありがとうございます。ともあきさん、ごじゅうきたちゃん、ありがとうございます。えいちょすさん、おはよう。まりひろさん、頑張ってありがとうございます。えむさん、ファイト、ありがとうございます。すーさん、ざんさん、おはよう。
はようございます。当日は開き直るしかない。確かにそうなんですよね。やばい、ボッサボサだ。あーボッサボサ。再販取れたよって。おー、ありがとうございます。待ってるよ待ってるよ。待ってるよ。もう逃げちゃうさ。おはようおはよう。今日も夜配信はできないかな。できない。パセリ、頑張ろうね。頑張ろう。後でまた会おうね。何時間後か分からんけど、何時間後だろう。会おうね。パセリ。パセリ。ちょっとね、皆さん昨日ね、パセリにね、撮ってもらう写真があるのでね、送りますね。メールに、メールに送ります。バセリおはよう。トムくんさん、ヨシカナさん、おはよう。いよいよ頑張って楽しみ。ありがとうございます。マグリクちゃんさん、あマグリクちゃんさん、花もありがとう。サンタロウさん、おはよう。グレートマンさんもおはよう。エール送りましたって。あそこ、じゃあエール返しますね。55号ご完了ありがとうございます。エイジャスパーシェおはよう。パーシェおはよう。パーシェにちょっとこんな私の寝起きを見られてしまったとか言いながら、もう皆さんには毎日見られてるという、こういうもうことなんですよ。また飴もらった。また飴もらったよ。あのあとあの後ももらいました。ゆらが喉痛いって言ったら飴いるって言って、しかもあの飴いるって言って3個の選択をさせてくれたんですよ。なんかブルーベリーの味となんかの味とレモン味とみたいな感じでやってくれて、でゆらはこれがいいって言って、優しい、みんな優しい、パセも優しいです。だってさ、すごくない？ハートじゃない、間違えた。飴をさくれるだけでもさ、だって優しいのにさ、そっからさあの3つの選択をさせてくれるっていうね。あのどの飴がいいって3個こうやって手のひらに乗せて、こうやって飴どれがいいって、優しくない？めっちゃ優しいんよ。あとね、なんかみほりんにもね撮ってもらった写真があるのでね、そう送ります。なんかみんなに写真撮ってもらっとる。ワックスのゆきさん、ハート100個ありがとうございます。一郎さん50カウントありがとうございます。マックスのゆきさん、花ありがとうございます。誰からって、パーセーちゃんだよ。パーシェちゃんにね、飴をもらったんですよ。ね、みんなちょっとさ、めっちゃ関係ない話するんだけど、なんか最近すっごい気になったことがあって、そう、やっぱこれはなんか科学的な人に聞くしかないって思ったんだけど、なんかさ、お弁当あるじゃん。なんか、お弁当をさ
なんか畳んどるじゃないわ、お弁当を食べて、それなんかもう蓋を閉めとるじゃん、その後また後で食べようみたいな感じで蓋を閉めるじゃん。したらさ、なんかその閉めたやつがさ、なんかパキンっていう時ない？なんかわかる？なんかパキンっていう時ない？あの透明のやつかなんかがさ、なんか上にかぶせるやつあるじゃん、お弁当のあれがパキンっていう時ない？あれはどういう現象ですか？あれはどういう現象で起きてるんですか？あれは空気ですか？え、なんか言うじゃん、なんかパキってなんか言うくない？なんかたまにで、あ、お弁当が鳴ったみたいな感じに蓋が鳴るんよ。なんかくらちゃんさん、ご自由権ありがとうございます。あ、明日放課後ホームルーム待ってるよ、スーさん。一部二部どっちも待ってます。開けるだけじゃない、なんか普通に過ごしてる時にお弁当置いとったらなんかパキンって言って見て、あ、お弁当が鳴ったみたいな。え、あるある、みんなあるよ、みんなあるよ。え、あるって言って、え、あるって言ってって感じ。え、ある、ちょっとこれはね、表現が難しいんですけれどもね、わかるかな。え、違うよ、もう一回ね。ゾウさん、ハート100個ありがとうございます。え、パキンって言うじゃん。え、嘘。ゆら最近ね、あのお弁当を食べたやつをだったっけな、あれは。まあなんかお弁当を車の中にもう持ってとったんよ。しかもなんか開けたやつね、一回開けてまた後で食べようと思って閉めて持っとったやつを、お弁当を車の中に持ってって車乗ったんよ。で車乗り降る時にパキンって言ってお弁当見て見たら、なんかそうそう、そういうのプラスチックのへこんだ部分が戻る。あ、そういうこと？ただ単に、え、どういうお弁当？普通の普通の美味しいお弁当美味しいお弁当よ。え、あ、お弁当が食べてって言ってる、そうかもしれない。最近ね、日常生活でもね、セリフが出てくるんだ。みんな、なんか何人かも言っとった、日常生活でもセリフになる。だからね、ゆらショールームでは全然出ないようにはしてたけどね、もうね、この配信が終わったらもう、あの、あとはもう本番だからだからもうね、いける。アイスレモンさん、おはよう。おはゆら。宮本さんもおはよう、元気でーす。むちゃさん、59ありがとう。あ、気圧か、気圧。パセリも言ってたって、セリフ出るって。ヒロさん、キリンさん、おはよう。あったかいうちに蓋したらなる。いや、あったかくはなかったよ、なんか通常って感じの、通常って感じの感じでした。今までセリフ出そうになった、うん、なんか日常では出るけど、ショールームではあんま出んかな。でも今ね、セリフが出そうになったから、今当日の朝にして今ショールームで出そうになったから、ちょっと危ないっすね。めっちゃんさん、タコありがとうございます。ゆうくんさん、だるまありがとうございます。皆さんぜひぜひ楽しみにしていてくださいね。お弁当の中の温度と外の温度の差で蓋が変形してる。あ、すごいすごい、なんかまともな感じの、ありがとうございますまともな感じの。アニオン対ミュウミュウ、アイデル対千代さんのファンの方ですね。千代さんの、昨日の千代さんのファンの方。
マクスのきさん、バラ10個ありがとうございます。ゆうくんさん、なるもも10個ありがとうございます。むっちゃさん、花ありがとうございます。今日は平日なんで土台になるかしん。どういうこと土台になるって。仕事だからアーカイブで見るね。舞台コン、お見てください、ぜひ。確かに7時からだったらなんかまだ仕事してる人もおりそうだね。にっくんだって。あ、お知り合いなんですかね、千代さんのファンの方と。朝食かっこ2回目のバターロール&コーヒーを持ってきたんでいただこうと思います。どうぞいただきます。食べましょう。そう、みんな聞いてください。アンナちゃんにね、アンナちゃんに昨日ねビューラーを借りたんですよ。ビューラーっていうのはね、このまつげのをピュッピュンピュッピュンってあげるやつなんですけれども、そのそれをアンナちゃんに借りたんですよ昨日。そしたらもうあの返さずにもう持って帰ってしまっていて、もう本当にごめんなっていう連絡をしたらね、いいよって今来てました、大丈夫だよって、ごめんって感じ、本当にごめんって、今日返すって感じ、絶対当たり前だけど絶対今日返すって感じです。むっちゃんさん、肉まんありがとうございます。マヒカナナソさん、ホワイトありがとうございます。325日おめでとう、ありがとう。アンポイントが緑髪のなちゃんさん、おはよう。そうです、お知り合い、いいじゃん。いいじゃん、お知り合い、いいじゃん。そう、今日返さなきゃって、そうビューラーなくしたと思ったら普通にポーチの中に入れてたんですよ。その後に見たら最悪と、最悪って思いましたよ、もう。じゃあ皆さん、そろそろ終わりたいと思います。ちょっと朝のメールも送りたいのでですね、そう返します、マジでマジで返します。めっちゃさん、あと100個ありがとうございます。配信ありがとうございました、皆さんありがとう、ありがとう。頑張ってください、頑張って、ファイトって、ありがとう。朝食2回目いただきました、早いですね、とても。頑張ります。そう、楽しむことがねやっぱ大事ですね。ってなわけでして、頑張ります。ちょっと本当に今日はね、あの楽しいムー、楽しいムーね。楽しいムーね、皆さん楽しいムーね。マックスのゆきさん、ハート500個ありがとうございます。また公演楽しんで、ありがとう。足こえめるからね、見てね。やばい、みんなにねゆらのね、あのついに見られるって思ったね、ちょっとね、あのちょっとね本当にね緊張る。緊張るの舞って感じ、緊張るの舞なんですが、ちょっと皆さんに見られるというの。頑張ります。マクスタナキさん、ファイトありがとうございます。そう、楽しむしか。むっちゃんさん、ファイトありがとうございます。むっちゃんさん、ハートありがとうございます。むっちゃんさん、ありがとう、ありがとうございます。ちょうちゃんさん、ファイトありがとうございます。ファイトありがとうございます。そう、緊張るのね前なんで、まあでもはい、楽しみの前に変えます。楽しみの前に舞いたいと思います。ってなわけで皆さん終わりたいと思います。頑張りますね今日も。ではランキングを読みます。
13位しんちゃんさん、12位大村さん、11位てっちゃんさん、10位キャベツの炒めさん、9位はるさん、8位ちょうちゃんさん、7位とゆちゃんさん、6位赤いマフラーさん、5位イレブンさん、4位モヒカンダイナソーさん、3位あきさとさん、2位むっちゃんさん、そして1位はトゥルルルルルトゥンマックスたぬきさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もマックスたぬきさんはいけてるよ、ありがとうございます。皆さんたくさんギフトありがとうございます。マックスたぬきさんいいね、ありがとうございます。ということで終わります。ありがとうございました。今日も頑張りましょう。バイバーイ。バイバーイ。